はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうかえー、本日も、マーカスのおばあちゃまにいただきました。目がおかしくなりそうな服を着て、収録したいと思います。デンマークの首都コペンハーゲン在住のチャールです。えー、本日は何の話かと言いますと、私、ただいま、暴行園になりました。暴行園を通り越してジンウエン、人羽園、人羽人園になりました。 今までですね、頻尿にはまあ何回かなったことがありまして、まあ、それも大人になってからなんですけれども、何回かトイレにすぐ行けなくって、ちょっとしばらくトイレを我慢してしまったら、その後もうおしっこが止まらないという状態になって、でも痛みは一切なくって、もうただただ回数が増えてっていうだけやったんですね。 まなので、膀胱炎というのか、こんな痛みが全くないのに言うのかわかんないので、まあ、とりあえず頻尿と思って、まあ、そのたんびに薬局行って、そういうのを説明して、頻尿用の薬、日本だと何やったかな、なんちゃら、パー、なんちゃら、デイリーみたいな市販薬を買って、それを飲んでたらもうすぐ治るので、そんなに困ってはなかったんですけれども、 今回はですね、まあそういった頻尿の時とは少し違って、初めて痛みが出たんですね。トイレをしている時に。で、すごいトイレ行きたい気持ちはあるけど、行ってもすごく少量しか出なくて、で、その少量しか出ないのに、終わりかけの時に痛みが凄まじいみたいな感じになってしまって、あ、これはもう俗に聞くザ・膀胱炎だなと思いまして、 で、そんなにひどくなければ、自然治癒もあるっていうのをネットで見たんで、まあ、ちょっと様子見てみようかなと思って、もう多分それが金曜日の夜とかやったんで、どうせ病院やってなかったんで、まあ、土日様子を見ようということで、まあ、安静にというか、まあ、トイレ行きたくなったらすぐして水分をたくさん取ってっていうふうにしてたんですけれども、やっぱり痛みはどんどん増していく方だし、トイレも全然我慢できなくて、もう漏らす漏らすっていうか、そんなバーじゃないけど、 もうちょっと出ちゃうみたいな感じになったから、ちょうど持ってたあの、以前、生理用品でもご紹介したあの、尿漏れパッドみたいな、このブランドは尿漏れですよみたいな,なんかコメントで言われたんですけど、それもあったんで、ちょうどよかったじゃないと思って。この時のために私は買っておいたんだわと思いまして、それをまあ、つけながら生活をしてたんですね。でも全然一向に良くならないので、またいつものように私のかかりつけ医の先生にアプリから、 えっと、だこういう症状が出てますお薬もらえますか?」みたいなことを聞いたらそれだったらまずは尿検査しないといけないので本日中に何時までに来てくださいみたいなことを言われたんで,でそのまま病院に行きましたで病院に着いてすぐ尿検査をしてもらってで結果は次の日出ますということともし私がもう今の症状に我慢できなくって薬が欲しいんであれば病院にある範囲のお薬一時的なものを お出しできますよということで、ぜひお願いしますって言って、こちらのアンチバクテリアやったかなまあ多分そういう菌を殺すみたいなやつやったと思うんですけれども、まあ結構強めなやつを3錠だけ無料でもらえて、で、これをもう今すぐ飲んでもらって、で、1日3回飲んでくださいということでした。 で、その次の日も仕事もありますし、もう痛いですけど、<laughs> 痛いし、尿、尿漏れするし、えらいこっちゃったんですけれども、まあ、仕事休むわけにはいきませんので、働いておりまして、で、朝、働いてる時に、ちょうど病院の方から電話があって、で、尿検査の結果、やっぱり膀胱炎でしたっていうのと、で、私の持ってる菌に対しての薬は、前日に病院からもらった薬と全く同じやつで大丈夫でしたので、 え、引き続きその薬を飲んでくださいということで、まあ、薬局に行って、新しく薬を買ってくださいということで、診察は終わりました。まあ、なので、その日の仕事終わりに、ま、そのまま薬局に行って、この、同じ薬を一箱分購入して、で、それから飲み続けたんですけれども、その日の夜にですね、もう急に腰が砕けさばい <laughs> もう砕けたんかなっていうぐらいめちゃくちゃドンに襲われまして寝ようと思ってもベッド入ってたんですけれどももうベッドでじっとできないぐらいの痛みやってでもなんかベッドの上でももう横向いたり反対向いたりっていろんな姿勢を試したりとか持ってるマッサージクッションでこう腰当ててみたりとかいろいろしたんですけれども全く効かず意味もなく もうすごい痛みが全然止まないんで、もうちょっと寝転んでられへんっていうことで、しばらく立って、机に手ついて、うぅーとかやってたんですね。もう本当に私のイメージでは、あのよく見える出産ドキュメンタリーの生まれる前のなんかすごい陣痛我慢しているお母さんみたいな、本当にあんな感じの状況で、もううーってなってて、すごい唸ってたんですずっと私は。で、それを見たマーカスが痛み止め飲むかっていうことで、 薬の飲み合わせとか、ちょっと心配ではあったんですけれども、まあ、マーカスが大丈夫だっていうので、痛み止めをもらって、それを飲んで、で、それから1時間ぐらいかな、したら、ようやく眠りにつける、その痛み止めが効いてかな、ようやく眠りにつけたっていう感じなんですけれども、それで調べたんですね、膀胱炎、腰の痛みで調べたら、 ま,あまずは腎盂炎とか腎盂腎炎っていうのが出てきまして、その菌が腎臓の方まで行っちゃって炎症しているみたいな感じだったと思うんですけれども、そんな腎盂炎とかなったことないから、もう100%それやとかわからないんですけれども、私がネットで調べた限りはもうおそらくそれだということになりました。 で、その次の日はですね、日中はそんなに痛みなかったんですけれども、夜になるとやっぱり痛みが強くなって、寝にくいっていう感じだったんですね。で、それが何日か続いた後に、もう次は一日中も腰が重たくて痛いっていうのになって、でもその日もま、仕事があったんで、もう痛みをこらえながら私は働いてたんですけれども、マーカスによると、まあ、その人運営とかであっても、薬も一緒だし、その治療法は一緒なので、 で、先生の方にも腰が痛いって言ったんですけれども、まあその薬はこれなのでっていう感じだったから、この薬を飲んで時間を待つしかないということで、ひたすらその痛みに耐えてたんですね。仕事が終わればもうマッサージクッション腰に当ててどうにかちょっと紛らわすみたいな感じでやってたんですけれども、それがですね、ようやく5日ほど経ちまして、ほとんど痛みがなくなりました。やっとあの地獄から解放されました。 でお薬も5日分ほどこの1箱に入ってたので,でそれがあとも3錠ということでこれを飲み切ればもうとりあえず今回の治療は終わりということで、まあ、そこまでひどくならずに終われそうで、まあ、よかったなという感じなんですけれどもそれで思い出したのが私の尿トラブル人生なんですが私の母親の話によると私1歳10ヶ月でおむつ取れてお熱ししなかったらしいんですね。 ということで、こんな子いるのっていうことで、私の母親はしんどうかって喜んでたらしいんですけれども、それがですね、急に4歳頃になって、おねしょをしだしたらしいんです、私が。急に。で、まあまあ子供やし、そういうこともあるやろうという様子を見てたそうなんですけれども、一向におねしょが治らないということで、小学校になっても治らない。 で、私の記憶では多分中学校ぐらいまでそれが続いてたっていう記憶があります。なので小学校の時の修学旅行とかはもう漏らしたらね大変だし、社会的に死んでしまうみたいな感じで思ってたから、小学校の修学旅行にも大人用のおむつを持って行って夜は多分履いていたし、で、中学なってからも中学1年生でなんか確か中学 入ってすぐに勉強合宿みたいなのがあって、みんなでお泊りで勉強を学ぶみたいな合宿があったんですけれども、確かそれにも私は大人用のおむつを持って、夜はそれ入って寝てたと思います。で、ちょっともうだいぶ昔のことなので、どのぐらいの頻度でおねしょしてたのかとか、そういうのはちょっと覚えてないんですけれども、 私の記憶では結構な頻度でおねしょを繰り返していたし、中学になっても続いてたっていうのは覚えています。で、小学校高学年とか中学生になってもさすがに、おやもうやべえってな,なったんやろうけど、そこで初めてそのことで病院にかかったんですね。で、病院の先生がとりあえず最初にトイレ行ってきてくださいって言って、で、その後に栄光検査をしたんですけれども、 え、こうしたところ、今トイレ行ったばっかりなのに、私の暴行にはまだまだ尿が溜まってたということで、トイレに行ってもトイレで尿を出し切れてないから夜にそれが出てきてしまうみたいなことを言ってたのを覚えてます。なので私の場合は薬を飲んだりとかはなかったんですけれども、とにかくいつトイレに行ったとしても、寝る直前にもう一度必ずトイレに行って、 全部出し切ってから寝るようにしてみてくださいということで、それを実践したところ、それからすぐに治ったという記憶があります。たとえ寝る1時間前とか、もう30分前とか、もしくは10分、20分前にトイレに行ってたとしても、ベッドに入る直前に必ずトイレに行くようにしたら、10分、20分前にトイレに行ってたとしても、絶対おしっこが出てくるんですね、トイレに行ったら。 そのトイレ行きたいっていう気持ちは全くゼロなんだけど、トイレに行くと出てくるということで、もう自分の体が信じられないっていう感じだったんですけれども、それのおかげでもう必ず寝る直前にトイレに行くっていうので、私の場合は治りました。で私の時代なんてそんなことをもう他人に言うような時代ではなかったもんですから、私も本当に仲いい友達にはまあ私なんでね、言って。 そういう、そういうのも全然私言っちゃうタイプなんで、私の周りの仲いい子はもう全然知ってたと思うんですが、私が言ったと思うんですけれども、最近になってですね、私がインスタグラムでフォローしている、MCM 夫人さんというあの漫画を書いてらっしゃるインスタグラマーの方がいらっしゃるんですけれども、まあ結構前からその方フォローしていて、でちょっと前にですね、その方が何かの PR か何かで、夜尿症っていうのをあげてたんですね。で、それを見たときに、 これやってなったんです。私の時代にそんな野尿症なんてもう聞いたこともなかったですし、ずっとおねしょおねしょって言われてきてたんですけれども、まあ、現在はですね、日本泌尿器科学会のホームページだったりとか、東京女子医科大学のホームページなどが調べたら出てくるんですけれども、まあ、それによるとですね、 原因としては寝てる間に膀胱がいっぱいになってもそれに気づくことができず目を覚ませないという覚醒障害を元にしているそうでプラス寝ている間の膀胱の働きが未熟だったりとか夜間の尿量が多いことが重なると夜尿,尿症を発症するということが書いてありました で基本的に5歳以上で1週間に1回以上お熱症し,してしまうことを野尿症というそうです。で5歳ではだいたい15%から20%の人が野尿症を持っていて、10歳になると5から10%、15歳だと1から2%、で、成人だと0.5%ということで、私たち成人でも200人に1人は野尿症だそうです。まあそう聞くとね、 私、ヤニオーショやったけれども、あ、200人に1人もいるんじゃんっていうね、思うから、全然別にそんな恥ずべきことじゃねえじゃねえかってわかるんですけれども、まあもちろん私がそのヤニオーショだった頃は、そんなまああんまり人には言えるもんではないですし、まあ恥ずかしいことっていうされてましたので、やっぱりまだ一人で悩んでらっしゃる方も多いのではなかろうかという病気でございます。 夜尿症の三原則としては、まあこれは親目線にはなるんですけれども、怒らない、起こさない、焦らないというのが鉄則だそうです。まあ確かに私の時もですね、そんな親におねしょしたからといって怒られてた記憶はないので、それは良かったかなと思います。トラウマにもならず、別に。で、ホームページの方には、小学校低学年でも夜尿症が続くようなら一度病院で相談した方がいいというふうに書いてました。 でもやっぱり私の時はですね、もうそんな言葉なかったんで、もうとりあえずおねしょが止まらない人みたいな扱いやったから、迷信張りの治療法を提案されたりして、例えばあの、銀杏をいっぱい <laughs> 食べれば治るとか、あとはなんかもうあの、タバコの火を押し付ける焼っていうのをなんか私が子供の時代は頻繁に焼いと,という言葉を聞いていたちょっと、悪しき家庭環境になったんですけれども。 刃刀 <laughs> すれば治るとか、なんかそういうのを言われてたっていう記憶はあります。されてはないですけどね、もちろん。私がその夜尿症だった頃に、この夜尿症という言葉を聞きたかったなと今思うんですけれども、夜尿症が治った私から言わせていただきますと、まあそう矢尿症になって、まあ恥ずかしいっていう気持ちが多分一番強いんでしょうけれども、まあ、とりあえず病院で相談しましょう。それが一番近道かなと思いました。 で、最後に野尿症になって良かったことあったかなと思って考えてたんですけれども、まあ、野尿症でもそうですし、まあおむつ履いてたし、で私は生理も結構量が多いので、それでも頻繁におむつを履くんで、もし私が介護をされる身になった場合、進んであのおむつ履けます。なんか噂によると、おむつを履いてほしいけれども、その介護になった人に、 例えば自分のおばあちゃんとかおじいちゃんとかにおむつを履いて欲しいんだけれども、なんかやっぱりプライドと言いますか、なんかそういうのがあっておむつを履いてくれない人がたくさんいるっていうのをなんかこうパッと聞いたことがあるんですね、昔。まあそれもわからんではないんですけれども、やっぱり大人になってなんか自尊心と言いますか、おむつを履くっていう行為がなんかすごい傷つくみたいな、まあすごいわかるんですけれども、私の場合はもう 結構な頻度で、あの、入ってきてますんで、おむつ。全く抵抗ございませんので、将来私のことを介護する、どこかの誰かさんがいらっしゃいましたら、あの、介護しやすいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日は、振動だと思われていた私は、ただの凡人でしたという、尿トラブルの話でございました。楽しんでいただけましたでしょうか こういった、まあ、普通の人だったら恥ずかしくてそんなの YouTube で言えないっていうお話もですね、私は全然そんな恥ずかしいと思ったことがございませんので、どんどん発信していって、もし私のずっともさんの中にですね、同じ悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、一人じゃないよって、私もでしたよっていうことが伝わればいいかなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。イ